精神力が足りない。まだ無理だ。精神力が足りない。精神力が少ない。まだ無理だ。精神力が必要だ。まだ無理だ。ビーゴから渡すように言われた。彼はいい人だった。リリスは、彼女はそこにいた。彼女に会った。着いた時にはもういなかった。それだけじゃない。私にはわかる。リリスが地獄の鍵をラズマから奪った。それなら全て無駄だったのね。彼女だけが望みを叶えた。メイレルは伝説のホラドリム、希望を求めてやってきた。ホラドリムも希望もなかったが、彼女の役割はまだ終わっていない。正直頼りになるのは我々ではなく、あの娘だ。もっともこうなると予想した者は誰もいないが、イナリウスは懸念通り信用できないものだった。執着心が強すぎたあまり息子のラズマを殺したのだ。そしてリリスはその残された死骸から地獄への鍵を手に入れた。鍵はどこで使うつもりだ。突き止められるのは我々以外誰もいない。
精神力が少ない。待たなくては。精神力が必要だ。精神力が足りていない。精神力が足りていない。またなくては。精神力が少ない。またなくては。精神力が足りない。まだ無理だ。精神力が足りていない。精神力が足りていない。精神力が必要だ。精神力が少ない。待たなくては。まだ無理だ。
精神力が必要だ。精神力が必要だ。待たなくては。待っていたぞ。まだ無理だ。精神力が少ない。まだ無理だ。
待たなくては。精神力が足りない。無理だ。光の祝福を。必要なものがあれば監視隊長に確認しろ。魔法や鋼による傷でしたらお任せください。商売上手ですね。ドナンというホラドリムを探している。彼の友人の使いだ。この時間なら砦にいるはず。扉にいる衛兵に聞いてみて。息子と上階の大広間、身近にな。父さん、僕も他の騎士たちと一緒に現場にいたいんだ。
なぜ急ぐのだ、ヨーリン。それはそうと、ホラドリムの古文書を見つけたぞ。ここに留まれば、共に研究を進められる。なら一緒に持ってくよ。お客さんが来た。この話はまた今度にしよう。何の用かね。ロラスから伝言を預かっている。おお、久しぶりに聞いた名前だ。あの老人が今になって山から降りてくるとは。警告だ。古の悪が世界にやってきた。悪魔のリリスだ。どうやって知った？それを。君とロラスで何かを発見したのか。父さんが見たものと何か関係があるかも。ああ、ちょうどその話をしようとしたところだ。私の領地である事件が起きた。詳細については現地で話そう。直接行って調べた方がいい。すぐに合流する。話はその後だ。お前の望みだが、ブレイステイグへ行け。気をつけるんだぞ。懺悔の騎士から離れるんじゃない。大丈夫、心配しないで。